交互隆一選手の登場です。拍手お願いします。どうぞおさりください。この衣装は大きいですね。そうですね。はい。ええー、後半リラックスして走れると思うんで。うん、勝負がけだったんですけど。はい、これでまあ、順位がほぼ等角という状況になりました。はい、では、レースを振り返ります。角でした。はい。スタートは思い切りいけました。そうですね。はい。そんな早くないと思うんですけど。えー、えー。もうい杯いきました。 どううなんでしょスリット付近の感じいいですね、右足はいい伸びはどうですか伸びもいいです、特に周り足とか出足なんですけどこの辺りもいいということですね、そうですね実は、染川選手が今、おでさんらしいですねはいそうですね緊張感ありましたかそうです初めて一緒に走ると思うんでうち来てからすげえ緊張しました。 富川選手もまだ、陰線はね、不慣れの部分もあるので。そうですね。まあ、こうやっても水面出たらもう勝負ですからね。そうですね。ここはね、師匠の威厳を見せたということになります。はい。昨日からの、冒頭変更にもなっておるんですけども、そのあたりはどうなんですか。そうですね。なんか良くなってると思います。はい。勝率のない冒頭に変わったんですけど。はい。むしろこっちの方がいいかなって。体感はいい。はい。ああ、そうですか。それは、まあ、怪我の功名ではないですけど。そうですね。ええ。 後半に向けての調整は最終レースですけれども考えます。そうですね、もうほぼこのままで行こうと思ってます。うん、そうですか。はい。まあ準優ほぼ通過。まあ準優、まあ、でもどうです。戦いそうな感じありますか。そうですね。上位ぐらいあると思うんで、順位入っても、うん、はい癒ししてると思います。そうですか。はい。わかりました。それでは、えー、最終レース六号で引きえてますが、そちらに向けても最後一言お願いします。はいはいえー、一生懸命頑張りますので応援よろしくお願いします。ご累勝制しました。高尾隆一選手でした。ありがとうございました。